自分の地域自慢は、自然が豊かなところと、気候がいいところです。アウトドアの趣味、釣りだったり、キャンプだったりバイクだったりと、そういう趣味が多いので、それをすぐ近場で叶えてくれる、全部ができる土地だなと思ってます。まあ、梅ヶ浜だったりとか、あの辺は釣りだったりサーフィンもできるし、まあ、何かあったらあそこでぼーっとする時もあります。はい、その今流行ってるこのスタイルっていうのがスキンヘッドっていうスタイルで、厚みでこれだけで、これだけでこんなに違うんですか。はい、今こうやって線を作って、ここから今からまだぼかします。まだ来るんですか。これまだ今からぼかします。人と人とのつながりを大切にしてます。仕事が仕事なので、いろんな方に出会ったりするので、例えば今回リフォームした大工さんもお客さんだったりとか、そういうつながりもあるし、そういうのが僕にとっては一番の財産かなと、はい、本当思います。もちろん仕事で心がけてることは、まあ、丁寧というのはもちろんなんですけど、まあ、会話だったりなんだったりっていうのも楽しんでもらう、まあ、リラックスしてもらうっていうのは心がけてますね。結局自分たちの仕事って 90% だなと思ってるんで、あと 10% っていうのはどうしてもホームケアになってくると思うんで、仕事でまあ例えば帽子かぶる、ヘルメットかぶるっていう方もいらっしゃるので、まあ、その方々とも、まあ、オフの時はやりやすいようにとか、いろいろ考えながら相談しながら、はい、日々心がけてます。切ってて気持ちいいんですよ。切ってても気持ちいい。完全に自己満なんですよ。おっしゃけ生きれたなっていう。やっぱりこの仕事が一番大好きなので、趣味って言っていいぐらい好きなので、一生体の動く限りこれプレイヤーとしてやっていきたいなと思ってるんですけど、それをするために日々体を鍛えて、週4ぐらいでジムに通って、はい、筋トレを頑張ってます。転職ですねって思います。やっぱりこう出かけたくなるっていう感じですね。その感覚を、はい、ちょっと家で、ああ味わえる。ネパールから日南に移住してきてて、こっちで介護士をやってるネパール人のマハとアディティヤ・クマルくんです。かわいい子です。はい、最近新婚さんです。では最高の日光にお願いします。ちなみに次のクマルくんも筋トレ仲間なんですよ、みんな。いいですね。はい。